おうまそうですね。これはね、非常にパンチが効いてて美味しいです。はい、どうも、ジェネリック川越達也です。はい、ということでですね、今回はですね、至高シリーズね、まあ、至高のね、レシピって言ったらね、私この本出まして、はい、昨日重版になりまして、3万冊重版になりまして、発売2週間経たずに11万冊という、お化け本なんですけども、はい、皆さん買ってください。ということで今回はですね、この本には載ってないんですけど、至高のわかめスープ、これでマジでうまい焼肉屋さんで飲むような本当に美味しいわかめスープなんですけども、これですね、結構簡単にできるんですよ。なんでこれの作り方を皆さんと一緒にやっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。材料はですね、まずわかめ、もう今日水で戻しちゃいました。で、5g のわかめを水で戻したものになります。はい、これはね、パッケージの表示通りに戻しておいてください。あとはニンニクと生姜、まあ、1かけずつ、ニンニクと生姜同量ですね、大体、まあ、4〜5g ぐらいのものですね。あとネギがちょっとあった方がいいな。ネギがね、大体ね、4分の1本ぐらい、はい、だから 30g 以上の材料でやっていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。はい、まずね、わかめは戻しておくんですよ。水でね、この戻し汁捨てないでくださいね。これね、今もう戻ってる状態です。はい、で、あと材料切っていきます。はい、材料切る前に俺の下ごしらえ、もうわかめの下ごしらえできてんのに俺の下ごしらえができてないじゃないですか。もう本当に、もう俺の下ごしらえからいきますよ。アルチューマ新集合、私の下ごしらえからいきましょう。はい、僕の元気の源ですね。はい、酒は百薬の長と、言われておりますので、百薬の長を呼んでいきたいと思います。お願いします。俺なんでろれつ回ってないんだろう。俺最近ね、シラフでもろれつ回んなくなってきたので、いただきます。くー、生き返る。はい、ということで私の下ごしらえも済んだことで、わかめスープの下ごしらえやっていきたいと思います。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずですね、長ネギ、こうやって斜めに切って、裏側にして、また斜めにね。で、こいつを切っていくと、いい感じのみじん切りになりますので。ネギはね、香りを出してくれるんで、もしあれば入れていただいた方がいいかなっていうふうに思いますね。今回ね、香味野菜たっぷりで、はい。香味野菜たっぷりだとね、結構ね、お店っぽい味がしていきますので、はい。こいつはみじん切りにしていく。はい。そして、ニンニク。皮を剥いて、これはね、後でね、おろすんで、で、生姜は皮ごとおろしていいんで、下ごしらえはね、こんなもんですな。で、ここに、わかめなんですけど、これ絞って、よく絞って、もうここに入れちゃう。はい。そして、この、戻し汁。これ重要です。今、450cc ぐらいなんですけども、これを、戻し汁とお水を合わせて、500cc にしてください。ちょっと水入れていきます。大体こんぐらいですね。この戻し汁っていうのはわかめの香りとかうまみとかも全部この中に入ってますんで、これ捨てないでくださいね。これでスープを作っていくとすごくね、わかめのうまみたっぷりのスープになります。ということで下ごしらえはこうやって終了ですので、パパッとスープを作っていきます。はい、じゃあやっていきたいと思います。まずね、もうフライパンにわかめあるんで、ここにごま油ね、大さじ1杯入れてください。で、まずわかめ炒めるんですよ。これすげえ重要です。これね、わかめをごま油で炒めていくことによって、このね、わかめにですね、ごま油の旨味と香りがね、吸収されて、非常にですね、食感が良くなりますね。油分も入るんだね、これね。なんで最初にコーティングするね、ごま油、これすごい重要です。これはね、ぜひやってください。わかめは、まあ、今回カットわかめでやってますけども、まあ、塩漬けのわかめもたまに売ってるんですけども、いつも置いてないんですよね、あれね。なんで僕はカットわかめでやるタイプです。はい、塩漬けのわかめでやる場合は塩抜いてからこの工程をやってくださいね。その場合ね、戻し汁は使えないんだけどね。だいたい炒まったら、さっきの戻し汁ね、 500cc にした戻し汁の水、これ入れていきます。はい、入れたらもう強火で、ここに、調味料を入れていきます。まずね、まあ、僕よく使ってるんですけども、ウェイパーね、そうめんシャンタンとかでもいいんですけども、ウェイパーですね、小さじ1杯これが中華スープになります。はい、中華スープの素でも大丈夫です。中華スープの素小さじ1と2分の3ぐらい、3、あ、3分の2ぐらいで、ここに、白だしですね。これ和だしです。和の白だしを小さじ2杯はい、これで魚介の旨味に加えていきます。さっきのは鶏ガラスープの旨味、今度は魚介の旨味、なぜなら、このわかめがね、海のもんなんで、そっちの旨味も入れていきたい。この2つの出汁を使うことによって非常にコクが深くなります。
そしてですね、この醤油ですね、醤油少し小さじ1杯入れてください。そうすると香りがね良くなります。お塩ね一つまみだけ入れてください。あと汁もんなのでちょっとね旨味3振り、これもね非常にコクが深くなりますんで旨味3振りぐらい入れた方がいいです。あとね黒胡椒、まあ思って2倍ぐらいかな。そしたらおろしにんにくとおろし生姜入れていきます。じゃあおろし生姜ね、あの生姜はね皮ごとすりおろしていいです。なぜなら皮の部分の方がね香りが良かったりするんですよ、香りが強かったりするんで、ぜひね皮付きのままやってください。まあ、剥いちゃってたら剥いちゃってたらいいんですけども。そしてニンニクです。おろしニンニクとおろし生姜をダブルで使うことによって非常にパンチのあるスープに、なります。焼肉屋さんとか行くとね結構わかめスープもパンチのある感じで仕上げてるとこ多いんで、韓国とかだとねここにお肉とかもね入れたりするらしいんですけども、まあ、今回はわかめだけでシンプルにやっていきたいと思います。あんまり日本だとわかめね以外入れてるとこってあんまないと思う。でおろしにんにくとおろし生姜が入りました。はい、でにんにくと生姜入れたら、ちょっと煮立たせてくださいね。そのままだと結構このにんにくと生姜の香りがバッときちゃいますんでちょっと煮立たせてください。でここで、味見ですね。皆さんね料理をするときはね味見必須ですから、僕はいつもやってないように見せているんですけど、実はちょこちょこやってますんで味を確認して、しょっぱいとか薄いとかっていうのを自分の舌で確かめて、薄いなと思った時は調味料を足してください。そしてしょっぱいなと思ったら水を足してください。はい、これがねなかなかできない方がいらっしゃるんで、ご自身の体調とかにもよるんですよ、塩分の強さっていうのは。例えば外で運動してきて汗をかいた時とか塩分すごい必要なんで、塩分の高いもの取りたいなと思うし、特に運動してないずっと家にいましたっていう人は塩分少なめでいいんです。あと体格とかね、体がでかい方が塩分を必要としますんで、なので、男性の方が必要な塩分が高いっていう風に言われてるんですね。だから男性は味の濃いもんが好きだっていうのは体格の差でもあるんですよ。はい、これはね男性と女性って1日に必要な塩分の量っていうのがちょっと違いますんで、体の大きさの差だったりします。だから子供は塩分をあんまり与えちゃいけないっていうのは相当ためだったりもするんですね。人それぞれなんで、まあ、もし濃いなっていう方は薄めて、薄いなっていう方はもうちょっと調味料入れてください。今3分ぐらい煮たかな。でなってきたら最後に長ネギ、はい、パラッと入れます。はい、こいつを入れることによって非常にですね爽やかなネギの香りがねスープ全体にきますんで、こいつは入れていただいた方がいいと思います。はい、軽くかき混ぜる。おほうまそうですね。あ、ネギの香りが、ネギの香りが、そしたらもう完成。これじゃあ盛り付けいきたいと思います。はい、じゃあよそっていきたいと思います。まあ、これはねなんか献立に組み込んでいただいてもいいですし、締めの感じでね、僕はね飲んで帰ってくるとね結構すぐ作って飲んだりするんですけど、そういう風に使っていただいてもいいです。これはね非常にパンチが効いてて美味しいです。僕らしい味付けですね。ごまの香りが好きな方はこの時にごまちょっと足してもいいですけど、まあね結構香味野菜とかも入ってるんで多分これ十分だと思います。ということで至高のわかめスープこちらで完成でございます。はい、それではできました。いただきます。じゃあちょっと今日寒かったんで最初スープ行きたかったんでスープいただきたいと。あ、最後にねごま振ってあります。香りやばいっすね。じゃあいただきます。うまっ。これ焼肉屋さん超えてんじゃないのこれ。もうニンニクと生姜が効いてスパイシーですね。なんですけどすっごく複雑なだしの味もして非常にパンチのある仕上がりになってます。これね、このまま麺とか入れてもうまいかもしれない。そうめんとかもいいですね、茹でた。これで乳麺作ったりしても美味しいと思う。すっごくね、スープ自体の旨味が強いですね。また戻し汁もね、全部入ってるからですね。味は結構パンチのある味があるので、そのまま単体とか味の濃いおかずとかと食べるんだったら少し薄めてもいいと思います。わかめが非常にプリッとして美味しい。これね、ちょっとご飯入れて、わかめクッパにしても、うまいよこれ。めちゃくちゃ元気出てきてこれ。わかめのスタミナスープですよこれね。本当においしい。これはね、あとねもうちょっとピリッとさせたい方はラー油ね、あとちょっとお酢垂らしても美味しいかも。こうするとちょっとサンラータンっぽくなんじゃないかな。あ、お酢合う。ラー油の辛みもいい。あ、これは締めに最高だわ。うまいこれ。一度で二度美味しいわ。うわ、飲んじゃった。じゃあ寒い人乾杯。
戦の始まりです。戦じゃ。いただきます。いただきます。いただきます。腹ごしらえじゃ。あ、めっちゃいい匂い。うん、うわー、うまっ。すごい。うまいっしょ。うまい。今までで飲んだ中で一番うまいこれ。わかめ柔らか。わかめ柔らかい。うん。水で戻してから似てるから。うん。まあ多分戻し時間にもよるね。あ、うん、もっとコリッとしたのが好きだったら戻し時間短めで全然平気。柔らかい、ほんまに。うん。ラー油お酢やってもいいけどね。お酢ちょろっとでいいからね。多分ね、全然違うよ。お酢垂らすと。ね、ご飯ちょっと足してもね、いいよ。あ、うま。ね。うまいです。うまいっす。いけるのよ、これ。お酢足すとちょっとこう、酸があったんじゃないけど、そんな感じになる。うまい。これめっちゃいいよね。うん、いや、まあ、至高だね。わ、うん、かりやすい、うん。これは至高だと思う、うん、かなり。やっぱね、香味野菜をね、かなり入れとくと、高級感も出るし、うん、だしも何種類も使ってるから、うん、調味料の数は多いけど、うん、作ったら、あ、これ、また飲みてえなってなる。うんうんうん、一般的だとあれだもんね、大体みんな家だとインスタントしか飲まないもんね。インスタントしか飲まないね。で、結構焼肉屋さんとかでも顆粒溶かしてるところが結構あるから、でそこに、まあ、俺もね、あの鶏ガラスープと白だしを使ってるんだけど、そこの旨味をこうちょっと強調することによって、あのかなりね、深いスープになってると。すごい。まあと戻し汁入れるとこの感じになるのよ。いつも持ってるものとは全く違いますね。で、わかめもあのごま油で炒めてあるから、あのちょっとプリッと感もあるっていうね。丁寧に作るとうまいんすよ。いや、すごい。そう、これが至高シリーズの醍醐味ね。俺スープうまいでしょ。うまい。俺スープ系得意なんや、実は。ということでですね、まあこれで胃袋も整ったと思うので24時間戦いますね。でもちゃんと終わりにはこれまた欲しいですね。そうだね。あ、じゃあこれ最初から。あ、これいつずっても作れるから、もうちょっとこれ。ということで、これから撮影コラボもありますから頑張っていきましょう。はい、はい、はい、じゃあ頑張ります。酒入れたからすごい胃が熱くなってきた。下ごしらえというか、もう完成してしまう。下ごしらえじゃなくて完成しちゃう、これ飲んでると。